涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。突然会いたいなんて夜更けに何があったの。慌てて上空にしてもその笑顔が悲しい。ビルの上にはほら月明かり、抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいことあるから。ワン、ツー、スリー、フォー。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に吹かれているかなのように、自分はそのまま信じていてね。明日は来るよ君のために。明日は来るよ。俺の名前はカラクリマン DS。 どこでも出没するマスターに剣道スイッチのゲームだ。さあ今回はコロナについてちょっと話させてもらおう。コロナ、そうですよね、あのサユさんの SNS で拝見しました。コロナは風邪言ってますよね。あ、じゃあどうせだったらサユさんの風邪かかったらどうですか、言ってますよね。バーカだって俺らはコロナはただの風邪って言ってるんで、風邪になりたいって言ってるんじゃないんだから、なんか勘違いしてるよね。風邪になりたいブームじゃねえんだから、そこのところ履き違えるな、いいかありがとう。そう、ブームだブーム、むしろお前らはコロナというブームを作っているんだ。目を開け。そうだ、そういえばツイッターでもこのクラスターフェス、もうブームというかトレンドになってましたね。いやすごい、これもみんなセブちゃんのおかげだと思います本当に。あ、知らない知らない。そうそうそう、で、そうそうそう、で、やっぱり見ると、クラスターフェス、クラスターフェスってバイオテロみたいな感じで感染者の罰金を振りまくんですよねって言ってます。クラスターの意味分かってる。クラスターって集団なんですよ。別に罰金を振りまいて人々を不幸のどん底に落とそうなんて誰も思ってないんです。まだ、ね、そう、まだ本当にお前ら恐怖自粛しちゃうぞなあ自粛っていうのは自分が決めて自分を守ること、ね、人から命令されることじゃないんです。自粛といい、クラスターといい、日本語は日本語じゃなくなっている、これが新しい当たり前なんですか。俺は認めない。こんな新しい当たり前俺はいらない。高齢者の人がきっと具合悪くなっちゃいますよ。見せかけの愛、そんなものはいらない。